はい皆さんこんにちは音楽プロデューサーの村長です今日は音楽の話題ではなくて僕らがよく扱う DTM のプラグインやまあ何せどんなジャンルでもいいんですけれども皆さんは英語って得意でしょうか僕はもう中学英語もよくわからないほど英語が苦手ですほとんどの音楽ソフトは外国で作られていて ほとんどのマニュアルが。英語でできています。とっても困るんですね。村長ミュージックスタジオ。例えば、一例をお見せしますと。これは音楽で使うリバーブ。という。響かせるもの。エコーですね。それのマニュアルなんですが。このように。 英語ににななっっててていいますすそし PDF の形式になっているわけですねこれはここにあるんですけれども今日ご紹介するのはこの PDF ファイルをあまり型崩れもしないでいろんな言語から日本語に翻訳してくれる今画面の後ろにある「ドックトランスレーターというサイトをご紹介したいと思います。 僕も先ほども言いましたように英語がとっても苦手だったんですけれどもこれを約2年前に知りましてそこからはほとんどの PDF で特別大きなファイルじゃない限りはほとんどこれで翻訳ができて便利です先ほども言いましたように図解入りの場合図が壊れないのがとてもいいところですそれではは前置きは さててておいて実際の翻訳をししみましょうこの英語の PDF を真ん中のここにドラッグと書いてあるところにこのようにドラッグするだけですしばらくすると言語を検出するとなってますがこれで自動で英語であるということが分かりましたそれを日本語に変換するというそういう仕組みになっています そしてこの真ん中の赤い「翻訳する」というところを押せば翻訳が開始されます今517ワードから484ワードを換算とかしましてそしてこのように画面が自動的にスライドされました。 ワードから PDF に変換するというこういうのもあるんですけどその下ですねこの翻訳された文章をダウンロードここを押すとダウンロードできます皆さんの場合もうこんな画面も出ないで自動でダウンロードのホルダーに入る方もおられると思いますが僕はその都度聞いてくるようにセッティングしています これでここに保存するんですけれども今小さくて分かりにくいですがこの先ほどのファイル名に en.ja イングリッシュからジャパニーズに変わったということがわかるようにファイル名に変更されていますここで保存を押しますすると Google Chrome の場合もしくは エッジの場合画面の下の方にこういうようにダウンロードされたものが見えます一度ホルダーを開いてみますそしたらこのように出来上がっていますじゃあこれを開いてみましょうはい見事にこのように変更がなされています ちょっと横にして元のファイルをもう一度見てみましょうはい画面をこのように並べました見ていただいた通り この絵の部分がほとんど変わっていません。そして文字はま日本語のサイズになった時にちょうど収まるように若干大きくなったり小さくなったりしながら元の成形を崩さないようにできています。ちょっとスクロールしてみます。2ページ目を見てみましょう。こちらも2ページ目にしてみます。 はい、このような感じで図もきれいに収まっていますこちらでもうちょっと拡大してみてみましょうはいこのようにきれいに PDF が翻訳されていますもちろんこのようにリンク が設定されていましたらリンクの方も生きたままにちゃんとなっていますですからこれをクリックするとこのようにサイトに接続しようという許可のダイアログが出てきてこのように今は iLock という会社のページに飛ぶんですけれどもこのように飛びます PDF じゃなくてブラウザで見れる こういうようなサイトはもう今や Chrome も Edge もこのように日本語翻訳としましたら日本語で表示されますウェブのデザインの場合はこのように使っていたと思うんですけれどもこの便利な DocTranslator ーーというサイトがありましたらこのように もしよければ寄付をしてくださいというような促しがたまに出てきますけれども基本的には無料で使えるとっても優秀なサイトになっていますこれで PDF でもホームページででも僕のように英語が苦手でも全く怖くなくなりました特に音楽のプラグインなんかを やってらっしゃる方に少しでも便利な情報が伝わればと思って今日は動画にしてみました。村長でした